覚悟を決めましょう。青い勝負服で登場の鈴木圭一郎、まずは初戦注目を集めています。ブルーランプが消えます。3秒を切りました。第9レース選抜予選スタートしました。大外から佐藤孝也、内目から2番の岩見、そして4番の鈴木圭一郎。まず1コーナーは2番の岩見が制した。鈴木圭一郎は2番手スタート。序盤戦で岩見のインコースへと潜り込んでくる。序盤戦で岩見を攻略、4番の鈴木圭一郎先頭であります。8番の佐藤孝也は中段の位置、その外に7番の松尾がいる。ちょっと滑ったか、8番の佐藤が交代か。先頭4番の鈴木圭一郎、抜きづらい岩見を序盤戦で突破しています。4番の鈴木が先頭、2番手2番の岩見、3番手5番の中村雅人。中村が3番手から2番の岩見の直後につけています。そして4番手には悲壮タイム、1番時計の7番の松尾が上がっているが、まだ前の3車とは距離があります。後方には3番の笠木、そして1番の藤波、8番の佐藤孝也は7番手まで交代。6番二村が最後方となりました。4番の鈴木圭一郎リードを広げています。2番手が岩見、ブロックできるかどうか。5番中村が3番手から2番を引かせている。残りは3周回、中村雅人がどこで岩見を捉えるんでしょうか。追いついてくる7番の松尾博文、アウトコースから開ける7番の松尾。さあここで2番手中村雅人が岩見を捉えた。2番手へと上がっています。3番手に松尾がこうなると上がってくるか。残り2周、ここで岩見をインコースから7番の松尾博文捉えて3番手に上がっています。さあ今度は2番手の末は5番の中村対7番の松尾博美の攻防となりそうだ。2番の岩見、4番手交代、その後ろに3番の笠木続いている。ブルーフラッグ残り1周回、グランドスラムに向けてまずは順風満帆と言えそうです。4番の鈴木圭一郎後続を離して独走です。2番手5番の中村雅人が優勢で7番の松尾博美、最後は3番手から2番手にぐぐっと接近も体勢変化なし、4番鈴木圭一郎合輪。5の組み合わせ290円、1番人気3連単、4番5番7番1540円、7番人気3連複4と5と7の組み合わせ630円、4番人気。時計を見つめる早川清太郎、5番の木村武とともにこのレースは上位人気を形成しています。3番早川、5番木村の人気。ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前。10レース選抜予選スタートしました。外目から出てくるのは7番の鈴木博一、行きましたトップスタート、挨拶代わりのトップスタートを乗っかっていきたい永井ですが、その内側には5番木村、6番の佐々木がいます。8番永井は3番早川と並んだ4番争い、後方は1番丸山、4番竹下、2番の青島、最後方です。7番の鈴木一気にスタートで行ったんですが、早くも5番の木村武が捉えた1コーナー。5番の木村武が先頭に変わっています。鈴木博一2番手、インコースから6番の佐々木圭、佐々木がここで2番手と押し上げる。7番の鈴木は3番手交代、3番早川現在4番手、外を回る長井、4番の竹下その後ろ、残り4周回、5番の木村先頭だ。さあ6番の佐々木圭が追いすがるか。3番手は3番の早川清太郎浮上、7番の鈴木博一が4番手、8番長井は現在中段の5番手となっている。前の2人がやや3番手以下を離す格好となっていまして、残りは3周回、先頭5番木村、6番の佐々木圭、さあ5番の木村をぴったりマークして追いすがる6番の佐々木、3番手は3番早川優勢で8番の長井の動きはもう一息か。3、4番手の車間は空いています。3番の早川清太郎単独3番手、4番手が8番の長井大輔。さあ残り2周回、
前の2人の競争にどうやら絞られた感があります。3番タラスイも注目となります。3番の早川か8番の永井大輔か。3番タラスイも接戦となっている。トップ争いは5番の木村、このまま押し切るか。6番の佐々木慶、2番手変わりません。3番手以下は離れて3番早川と8番永井。ブルーフラッグ残り1周回となりました。先頭5番の木村武史、人気の一角に押されていた5番の木村が先頭。2番手6番の佐々木慶、3番手は車間が空いて3番の早川、直後に8番の永井大輔、最後刺してくるがどうか。5番の木村武史ゴール。6の組み合わせ2040円8番人気3連単5番6番3番6560円21番人気3連複3と5と6の組み合わせ700円。人気は荒尾から4番の有吉、2番久門、7番の高橋、その後5番の金子と続いています。10秒を切りました。ランプが消えてスタート3秒前、11レースの選抜予選スタートしました。センターから4番の有吉、6番の永田が立ち遅れました。1番の荒尾のスタートはどうか。ポジション的には 2,3 番手か。4番有吉がトップスタートを決めていった。さあ2番手は飯塚勢の攻防、インコースから5番の金子を狙っている。金子が有吉のインコースを刺した。外からかぶせて2番の久門、2番手キープ。荒尾は4番手になった。そのインコースを7番の高橋が狙っている。レースは2周目、4番の有吉が先頭、ペースはどうでしょうか。2番の久門が好位置、3番手は1番の荒尾と5番の金子が並んで競っています。7番の高橋貢、それを見て現在5番手3番小林瑞希がその後です。先頭4番有吉、2番手2番の久門、飯塚勢が上位3番手まで独占。残り4周回、荒尾が3番手からこの後の動きはどうか。5番の金子4番手、その後高橋瑞希伸びどうか。インコースから小林瑞希が狙っているがここは入れません。先頭4番の有吉、有吉がこのまま押し切るか。2番の久門2番手、乗り戻りは正解か。残りは3周回、先頭有吉詰め寄る動きがあるかどうか。2番の久門、3番手1番の荒尾、飯塚勢が依然上位独占の格好だ。7番の高橋はちょっと離され始めている。4番手は5番の金子大輔、金子が荒尾に再度接近できるかどうか。上位は飯塚勢抜けて残りは2周回、完全に前の3車が後続を離しつつあります。4番の有吉が先頭、2番手久門に再度1番の荒尾が接近する。1番の荒尾が久門の直後に接近しています。さあ2番手を脅かす1番の荒尾聡、体勢を作ろうとしている。さあここで荒尾が久門のインコース並びかける。ブルーフラッグ残り1周回、抑え込む2番の久門、2番手優勢、1番の荒尾3番手だ。さあここで前輪がかかっている、残っている1番の荒尾ですが、さあ2番久門か1番の荒尾か。久門を抑え込んだ、久門を抑え込むがちょっといっぱいになっている。荒尾が落ちを救った。4番の有吉達也が降臨。本番人気2連複1と4の組み合わせ300円1番人気3連単4番1番2番2390円8番人気3連複1と2と4の組み合わせ初日はレア度高めのオレンジ色のナンバーワン勝負服で登場です、青山周平。
人気の中心、相手は4番伊藤信夫、そして1番裏谷番の三浦航平です。ランプが消えました。3秒前、12レース選抜予選スタートしました。1番の浦田、4番伊藤、そして青山周平、好スタート。一気に青山周平が降りていきますが、1番の浦田がまずは 1,2 コーナーを制した。1番の浦田が先頭ですが、外から並ぶ間もない。青山周平前出た。おっと、伊藤の棒が二段まくりのような感じでアウトコースから青山の外に現れる。抵抗する青山、内からは浦田、浦田と伊藤の棒が青山周平包囲網を築こうとしている。浦田が飛び込んだ。浦田が先頭だ。青山周平2番手、伊藤の棒3番手。さあ、ベテランレーサーが青山周平を苦しめるのか。さあ、残り4周回、浦田が先頭、それでも入っていく。1コーナーサイド入った。青山周平先頭だ。浦田慎介2番手交代、4番伊藤の棒3番手、クライスク1番の浦田、3番手4番の伊藤の棒、4番手5番の若い、6番藤岡、その後後方8番田中、3番影谷、2番三浦最後方。残り3周回、さあ抑える競争か。7番の青山周平先頭だ。1番浦田まだまだ食らいついている。2番手の位置、3番手4番の伊藤信夫、その後5番の若井が続いている。先頭7番の青山周平、リードはわずかであります。さあ残り2周回となる。この後じわじわとその差を広げるのか。7番の青山周平先頭だ。1番浦田2番手変わりません。ちょっと差が広がった。そこに4番の伊藤信夫、さあ伊藤が今度は1番の浦田に襲いかからんとしている。2番手争いが焦点の最終周回ブルーフラッグ。先頭7番の青山周平、これで連勝8に伸ばしそうです。2番手1番浦田に4番の伊藤信夫、ディフェンディングチャンピオンが外から並びかけるが、1番の浦田2番手優勢だ。4番伊藤3番手、先頭7番の青山周平、最後は離して合輪。340円2番人気、3連単7番1番4番710円2番人気、3連複1と7と41と4と7の組み合わせ220円。注目の結果は